では時間となりましたので、黒い生徒会のアニマルトークを始めたいと思います。では皆さんよろしくお願いいたします。こちら後ろにいますのがですね、インド祭の文太くんです。今年で、12歳になるとですね、オスの子です。文太くん、見てですね、おー、大きいなって思う人もいるかと思うんですが、さて、インド祭の体重、何キロぐらいか知ってますか？知ってますか？知らないでは、皆さんにお聞きしたいと思います。インド祭文卓の体重1000キロより大きいと思う人手を挙げてください。さあ皆さん、インド祭を手を挙げてください。こういう場合は手を挙げてる人正解です。文卓の体重1000キロより大きいですね。では、1500キロより大きいと思う人、手を挙げてください。あ、だいぶ減りましたかね。いいですか、皆さん本当にいいですか、後悔しないですか。手を挙げてる方、正解です。はい、ブンちゃん、ではもう一声いきますよ。ブンタクの体重、2000キロより大きいと思う人、手を挙げてください。あれ、ほとんどいないのかな。あ、一個ずつ上げています。あ、アピールしてますね、皆さん。いいですね。手を挙げている方、正解です。文卓の体重、まあ推定ですけども、2000キロちょっとありますね。はい、そんな大きな、文卓君ですが、さて文卓君、どんなご飯を食べるか知ってますか。はい、行ってごらん。そうですね。そうですね。どれも食べますね。じゃあ逆に聞きます。文太くん、お肉は食べるでしょうか。そうですね、食べませんね。じゃあ魚は食べますか。食べない。食べないですね。ではリンゴは食べますかね。食べる。食べる？じゃあちょっとリンゴあげてみましょうかね。はい、どうぞ、ブンちゃん。食べますね。はい。リンゴは大好きですね。大好きって言ってます、ブンタ君も。というふうにですね、インド祭は草食動物ですので、そういった植物質のものがあったら何でも食べていますね。動物園ではですね、何を食べるかというとですね、メインとしてはこういった牧草ですね。ブンタ君、牧草大好きです。少しちょっと待ってやるんじゃ、少し持ってこうかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいだった。ちょっと。はい。牧草を食べています。ですね、こんな感じむしゃむしゃ食べるんですけども、これ一足でですね、だいたい5キロぐらい。これをですね、1日に、今6足あげてますね。ということは、まあ、1日30キロあげています。で、他にはですね、こういった、干し草ですね、生じゃなくて乾かした草、これもですね、1日に大体、まあ、20キロから30キロぐらいあげています。他にはですね、これ何ですか？そうですね、バナーナですね。はい。こちら、どうぞ。で食べています。他には、まあ、リンゴですね。あと、大きいのがあります。人参、さつまいもといったやつですね。おやつとしてあげています。こういったですね、よいしょというのはですね、ちょっと甘みがあったやつはですね、すごく大好きで喜んで食べるんですね。で他にはですね、
こういったですね、ペレットといいまして固形飼料ですね、まあ、鹿にとって必要な栄養がいっぱい入っているものなんですが、こういったものも挙げています。で、今言ったものですね、他にはですね、今日特別にもらったこういったバナナの葉っぱなんかも挙げていますね。で、こういったものはですね、1日で100インド歳はですね、うん、そうですね、まで、60キロぐらいの餌を食べることになります。ではですね、そんなにいっぱい食べるとですね、インド歳、お尻の方から何か出てくると思いますけども、何が出てきますか。そうですね、みんな大好きムチですね。ムチがあるんですが、今日はですね、運動場にムチが見当たらないので、ことずれずにムチがあります。でれーんとあるんですが、これインド歳のムチなんですけども、この玉をですね、1回の玉でだいたい8玉、9玉ぐらいの玉をするんですね。で、1日だいたい6回、7回ぐらいのうんちをします。ですので、大体1回のうんちはですね、大体、まあ、7キロ、8キロぐらいのうんちをするんですね。ということは、1日で大体40キロぐらいですか、一定のうんちをします。で、今日もですね、カメラもありますので近くの方で見てもらおうかな。はい、どうぞ。うんこアップ、いいですね。なかなかうんこアップないですよね。うんこ好きにはたまらないですね、これね。ちょっと回転させてみますね。はい、ああいいですね、いいですね。ちょっと遅い方がいい。はい、それでですね、まあ、近くで見てもらうと分かるかもしれないですが、まあ、繊維質が、多いです。で、まあ、草食、インド菜は草食動物と言いましたけども、まあ、繊維のものですので、それを食べて歯で、細かくしてうんことして出てくるというですね。ですから、まあ、これ水分含んでないんですけど、すごく軽くなっています。そういったうんこですね。ではですね、今日はカメラがあるので、ちょっとインド菜の近くに撮ってみたいと思います。では、はい、何やと思って、これできる、ちょっと来てくれるかな。いいね。ちょっと文ちゃん口の中みたいな。ちょっと開けてくれるかな。もうちょっと食べるかな。インドサイ独特のヒダがよく見えますかね。こういったですね、リンゴなんかでもですね、丸ごと食べることができますよ。はい、どうぞ。よこらせー、よーしょ。すごいですね。いいですね。かっこええな、ブンタ。かっこええなぁ。よし、戻ろう。はい、ありがとうさん。ありがとうございます。ちょっとよだれがついちゃった。よいしょ。おっちゃんといけよ、あんた。最後にちょっと小難しい話を少しだけさせてもらっていいですか。最後にちょっと難しい話だけど、ちょっと大きな問題を話したいと思います。こちらですね、何だと思いますか。正解です。これタイの角なんですね。これニルギー産の角なんですが、ちょっと落ちちゃったものですね。これでですね、今、20グラムぐらいあるんですけども、さて一体いくらで売れるでしょうか。
いや、そんなに安くないですよ。もっと高いですよ。正解はですね、まあ、20g ではちょっと計算しにくいですけど、1kg でなんと600万円です。うわー、すごいですね。さて、誰がそれを買ってくれるんでしょうね。想像もつかないですかね。はい、あー、よくご存知で。漢方薬として植えちゃうんですね。で、これが、まあ、病気に、難しい病気にもこれを飲むと効くよということで、薬として流通している時が、しています。で、それを、1キロだと、だいたい600万円ぐらいの値段がついちゃうっていうふうになってるんです。ということはですね、みんながですね、このサイの角、売れるから欲しい欲しいって言って取るんですね。ですから、世界中で、今インドサイは世界にですね、だいたい3500頭ぐらいインドサイがいるんですけども、どんどん減っています。他のサイ、種類のサイもいるんですが、密量がものすごいです。それは何でかというとですね、角の目当てに殺されています。角だけを目当てに殺されているんですね。ですからです、まあ、その角に本当に薬としての効果があるかどうかは分かんないですけども、まあ、それと犠牲としてサイが死んでるんだということを皆さんは知っておく必要があると思いますので、今度サイを見たらですね、あ、この角のおかげで殺されているっていうのも、ここもいるんだなってちょっと思い出してみると、いいかと思います。ではこれで私のアニマルトークをおしまいにさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。はい、こっち。